はい、皆さん、おなきん4日目になりました。リガールトマーです。ということでですね、はい、今日はさっき起きました。で、今日もですね、ちょっと途中で起きちゃってムラムラしちゃったんですよね。ちょっとだけね、うん、僕唇フェチなんでね、たまになんか寝ててなんかすぐ起きるとなんか北川景子さんの唇とか、なんだろう、そういうの、あとなんだっけ、川口春奈さんっているじゃないですか、唇フェチなんですよね。だからそれを思っちゃってなんか無性にこうムラムラしちゃう時あるんですけど、グッと抑えました。4日目。ちょっと意味がわかんないんですけど。はい、皆さんはフェッチありますよね。で、腕フェッチなんかって筋肉がこれ、血管が出てる人が好きだとかね。あとは、僕は血管薄いんですけど。あとは、こう、うなじフェッチとか。あとは、なんだろう。寝ぼけてるんですけど。あと、足のこの、ふくらはぎフェチとかね。あとは、匂いフェチ。あとは、おっぱいフェチとか、ね。僕はおっぱいと、女性のこの細い腕。あとは、唇。あとは、そんな感じですね。まあ、いろいろフェチはあるんですけど、僕もワンオクロックのね、君次第列車に、今これ乗ってるんでね。今この列車に乗ってですね、次の各駅停車で降りないように頑張りたいと思いますね。はい、実はですね、かの羽生結弦選手、フィギュアスケートのね、はい、このフィギュアスケートこうじゃないか、こうか、で、僕今日変な夢見たんですよね。家族みんなで昔、忍者戦隊かくれんじゃを見て、一緒に見ている夢と、あと、なぜか香取慎吾が出てきて、旅しに行ったんですよね、なんかね、香取慎吾となぜか。で、意味わかんねえんだけど。で、そういう夢を見ました。で、家族とそれで、なんか、歌舞伎町の駅に降りると、なんか、施設に案内されて体育館の中みたいな。で、みんながずらっと行列できてるのにね。で、壁にこういうみんなここに、何かを待ってるわけ。扉があって、で、入るとなんかみんなガスマスクしててなんか、こうなんか、スーパーのなんかそう、なんかお惣菜コーナーで裏でなんか、いろいろなんか、お弁当とか作ってる人がなんか働いてて。意味がわかんないんだよ。あと、なんだろう、知ってる人も何人かいたし、なんで歌舞伎町で電車降りるとすんげえ人だかりで、ラッシュで。歌舞伎町でなんか、あるんですかね。東京だろ？で、なんかポスターが貼ってあって、なんかポスターに、マラソン大会20キロ挑戦の方は、歌舞伎町のスクランブル交差点に若者が戯れてるのを見てみませんかみたいな感じ。意味がわかんない。俺なんでそういう変な夢見るのって感じなんだけど。ちなみに今絶食中です。はい。絶食してるんですよ、今。水だけ飲んで。オナキン中なんですけど、こう、絶食プラスオナキンってしてみたらどうなのかな。で、3日間チャレンジしてます。1週間だとさすがにもう我慢限界で、僕最高5日までしたことあるんですけど、それは向こうの愛知県のアパートでしたことあるんですけど、もう5日目になったらもうやばいね、もうね。もう空腹だるさ、倦怠感とかあったのに、この欲求を超えて、もう寝てても起きちゃうぐらいもう我慢できなくて、布団からバッて上がって、近くにスープの声優があったので、そこでマグロ丼をね、一気に3、4個買っちゃった。
それでリセット。まあ、オナキンより絶食の方が早かったんで、やったのは1週間でね、体重が 5キロ落ちました。僕、簡単に痩せる方法は絶食だと思います。食べなきゃいいんです。食べなきゃ太んない。あと水だけ、お茶じゃなくて水。なぜか いっぱい話したいことがあるんですけど、ロシアの方で絶食療法っていうのが、こうフラスコとかビーカーでこうポツポツ落として、先生もいてドクターもいて、そういう施設があるみたいなんですよ、うん、ロシアのバイカル湖ってところかな。で、特集は NHK かなんかでやってたことがあって、2011年ぐらいかな。うん、ので、リュウマチとか、高血圧とか、糖尿病とか、あと、喘息をお持ちの方、子供には効くかわかんないけど、とにかく、効かない、その絶食が効かない、絶食療法っていうね、そういう絶食で病気を治すっていうのに効かないのが、まず、がん。あとは、2型糖尿病っていうのは、成人になってから糖尿病発症した人、もともと持ってる、もともと持ってる。いや、違うな。ガンともともと持ってる1型糖尿病か。もともと遺伝子で持ってる糖尿病と、あと結核とかは効かないって言ってました。でも僕は、それらにも効くと思います。で、効くのが、あと効くのが、効くのが多いんですよね。その両方が効くのが。まずは、肝臓の病気、胃の病気、消化器系全部。あとは、糖尿病、高血圧、あとは喘息、あとアトピーにも効くそうです。効く方が多いから、デメリット、メリットがすごく多いんです、接触療法って。あとは水だけで、こうなんかクレヨンしんちゃんのクリクラのなんかウォーターサーバーみたいなの、こうやって水を踏んでおばあさん飲んで、部屋でこう、やっぱ監視じゃないけど、やっぱオナキン選手権みたいな、こういう一つの部屋に入って、先生が監視のもと指導で、で、毎朝、コーンスープかリンゴジュースが出て、で、ピアノ弾いてるおっさんもいて、で、それで、先生に見てもらうんです、毎朝。毎朝かわかんないですけど、で、ドクターがこう来て、今日の調子はどうですかって。で、一週間断食、絶食とかする場合って、医師が付きっきりでね、そういう施設でやらないと危険らしいんで、人間は1ヶ月で水だけで生きられるって言いますけど、まあ、食べ物がなくてもいいし、1ヶ月は大丈夫でしょうね。でも15日ぐらいは本当に過酷です。7日から15日っていうのは、波の素人ではぶっ倒れるぐらいです。昔マクドナルドで先輩みたいな人が働いてたんですよ。で、みんな女性のアルバイトの人も心配してたんですよ。何々君、何、あ、昨日のやつが食べてないのって言ってて、で、その先輩みたいな人はちょっとふっくらした人が、なんかバンズをこう片手にね、こうマクドナルド下の清掃しながら、こう、そうなんですよ、昨日から何にも食ってないんですよ、アピールめっちゃするんですよ。昨日から何にも食ってないっすよってめちゃくちゃ言うんですよ。え、なんですよ、何、昨日から何も食ってない人アピールみたいな感じで、そう、俺2日間何にも食ってないっすよって、うん、なんかすごくないっすかとは言わなかったけど、なんかその後すごくないっすかって言いそうな感じ。俺二日前から何にも食ってないですよ。僕たちも友達と一緒にアルバイトしたんですけど、マックで。後ろのほら、ホールみたいなやってたから、その時も友達と俺に、俺昨日から何にも食ってないんだよ、つって、いいなぁ、なんて言ってたでしょ。いや、絶食してるんだから、そこは我慢してくださいよ、みたいに言いたかったんですけど。僕たちは普通に食べてましたけど、2006年ですかね、の冬ですかね、それは。あ、冬じゃないか、2006年の、それは、春から夏にかけてだったね、高校2年生の時だったね、マックでアルバイト友達と一緒にしに行って、だから皆さんも、もし体調が優れない方とかはあんまり無理にやらない方がいいですけど、ちょっと最近食べすぎて飲みすぎて、例えば渋谷とか池袋とか新宿で飲みすぎちゃった、
な最近ちょっと太ってきたし、してみるかって人、ぜひ若い人はね、20代の方バリバリしちゃってください。ね、責任は負えないんですけど。最近胃のところがキリキリして痛いとか、そういうのが続くなって時は、あと肝臓とかがちょっと重いなとか、肝臓ってのはこのね、やっぱお腹の後ろ側にあるんで、背中がちょっと痛いなとか、そういう人はもう病院に行った方がいいと思います。絶食療法、病院に行くより絶食療法は僕は正解じゃないかなと思います。はい。で、1900年代前半からやられていた、なんか博士みたいな偉い方が海外にいて、その方がずっとそういう施設の中で、少数の何人かでやってたみたいですね、ずっと。それが最近世界に認められてきて、ずっとそこに通ってる人もいるし、抜けた人もいるし。オナキン施設とすごい似てるなと思って。僕も1日目、2日目は、なんか、ね、毒素が、僕の場合毒素が出てきて、2日目ぐらいからこういうなんかお風呂入った時にわかるんですけど、こういうところの中にアトピーで湿疹ができてくるんですよ、絶食やると。で、湿疹できるから体に悪いんじゃないと思うじゃないですか。それが逆なんですよ。体の中のいらない老廃物が2日目ぐらいになってくると何にも食べないとリセットされて体外に出てくるんですよ。そうするとこういう出来物として出てくるんで、悪い体の毒素が外に出てます。そうすると中のところから胃も拳台に満ちた、ね、大きさになります。ね、弱った胃もこう回復できるんです。細胞からこうリセットできる。だから1週間ぐらいだと胃も完全に回復するということなんです。素人だと1日から3日で回復します。すべての機能が。大体健康な人だと。だから、そういうことですね。今日も寒いの暖房つけながら話してますけど。もうこれ毎日着てるからね。というわけでね、はい、そういうことを一緒にプラスしてやってるということをお伝えいたしました。また、ご覧いただけることを嬉しく思います。ありがとうございました。